えパリとベルギーですね。フランスとベルギー。フランスとベルギー。はい。フランスとベルギー。はい。何知ったんですかあの、基本的にはですね、あの、テロの取材で行きましてね。ああ、そうかそうか。テロと難民の取材で行きまして。まあ、それのついでにいろいろとですね、取材をして帰ってきたと。もちろん、あの、休暇もね、させていただきましたけど。いやいや、その辺はやっぱりね、勉強家の須田さんらしいんですけど、今日の話っていうのはなんか、 あの、私も気になってたんですけども、例えばあの、ガソリン車を何年にやめるとかね、各国が発表してますよね。 あの、辺の事情ってどうなんですかあのえあのこれはですね、パリ協定の目標達成を向けてですね、えー、フランスでは2040年にはですね、ガソリン車、ディーゼル車の販売禁止。かなりね、えー、強行ですよね。はいえー、2040年にはガソリン車、ディーゼル車のですね、販売禁止と。フランス。えー、はい、フランスにおいてはですね、まあこれが一つの、えー、EU においてはモデルケースになって、おそらくこういう方向で進んでいくんだろうと思いますよね。で、じゃあ、それ向けて今どういった取り組みが行われて のかっっっててうんんでで、えー、ちょっとパリ市内巡ってみたんですけどもししましたねうもうね、あの、すぐに目につきました。<え>あの、路上にですね、自動車を、まあ、電気自動車を止めまして、えー、自分でケーブルを引っ張りましてね、その、充電器に、えー、接続して、充電している車がですね、かなりの数にあるんですよ。写真見せていただきましたけども、すごいですね。えーもう いわゆる日本で言うと、あの、パーキングメーターがついている駐車場みたいな感じで、道路の右がずっと縦に、はい、ずっつっつっつと、ええ、あの、並んでるんですね。そうなんですね。<気> で、見てましたらね、うん、あの、乗った運転したですね、女性、はい、なんかが降りてきて、いとも簡単に、なんか会話がなんかね、おしゃべりしながら<う>、えー、会話の内容は全然わかりませんけどね、<う>えー、簡単にです、いとも簡単に、その充電をしてるなんていう状況が。走っている車も EV ばっかりですかいや、そんなことないです。それはまだ。ええ、かなりの割合ありますけれども、うん、EV ありますけれども、とはいってもまだガソリン車が主体では、主流であることは間違いないと思いますね。 日本はどうする気なんですかいやー、だから日本がですね、<え>その方向性が、つまりその電気自動車にするのか、えー、水素自動車にするのかというですね、まだ方向性が全く決まってないという、<ー>えー、状況なんだろうと思いますね。ですから、あの、電気自動車陣営としては、その、日産ルノーというのがあって でじゃあ、その一番のですね、大所の、えー、トヨタはどうするのか。えーえー、とりあえず今、カット的な措置としてですね、えー、ハイブリッドカーなんていうのが出てきてますけれども、アメリカやヨーロッパではハイブリッドカーはもうエコカーじゃないと。ねえ。ねえ、エコカーとしては認められませんからね。確かですね。えー、このままで行くことはできないでしょうし、ね、やっぱりね、そのインフラの普及ぶり、進展ぶりを見てますと、日本はですね、えー、ヨーロッパ、フランスなんかと比べても相当遅れてるなと。 これは出遅れたのかええ、それとも、あの、いわゆるそんな簡単に、 2040年までとか、各国が言ってるような、そんなことでガソリン車はなくならないと思っているのか。ね、それはどうですかいやー、これね、完全に出遅れてる。その、自動車メーカーとしても、えー、対応がごてごてに回ってる。これ1点目。そして、やっぱりね、フランスの状況、パリの状況なんかを見てますと、えー、国がね、えー、国を挙げてですね、やっぱり政策としてその電気自動車を普及させていこうじゃないか。はい、で、これはどういうことなのかというと、やっぱりね、私ね、川上から川下っていう意識があってですね、川 上においてかつては原発大国だったフランスもですね再生可能エネルギーに大きく今切り替えあるんですよですからそういった意味で言うとですね環境対策環境に対する配慮というのをですねまず前面に打ち出してその中でそのかわしものね自動車はどうすべきなのかっていうそういった政策決定のプロセスがあるんではないかなと思いますねフランス側の原発に対してね、えー あんなに態度変えていくっていうのはね,ね。やっぱりこれもですね、いろいろと政策当局者、フランス政府の人に話を聞いてみますとね、福島原発の事故っていうのが、はい、えフランスの原発政策を大きく変えた大きな要因なんだそうですね。<ー>で、ところがその現場のですね、日本においては、まだそのあたりの方向性が決まってないっていうのは、うん、これはちょっと収まい限りだなと思いますけどね。日本はあの、原発については、ようやくあの、東土で囲むとかね、えー、えなんか動きが、もう、 完成しそうですけど、<え>なんかあのその行政的にいつまでやるのかとか、<え>あのそういうことはっきり決めないですよね。そうですね。それととにかく経済優先のあの安倍内閣、はい、え原発を今あの捨てるっていうね、見切るそういう度胸はないですよね。むしろ再稼働の方向に今舵切ってますからね。 だからこの辺がやっぱりヨーロッパと日本の大きな違いがやっぱりましてね。そ,そ,その充電器に接続して充電している車がですね、かなりの数にあるんですよ。写真見せていただきましたけども、すごいですね。えー、もう、いわゆる日本で言うと、あの、パーキングメーターがついている駐車場みたいな感じで。えー、そうですね。え道路の右がずっと縦に。はい。ずっとず,ず,ずっと。えー。あの、並んでるんですね。そうなんですね。 で、見てましたらね、うん、あの、乗った運転したらですね、女性なんかが降りてきて、はい、いとも簡単に、なんか会話がなんかね、おしゃべりしながら、<う>えー、会話の内容は全然わかりませんけどね、<う>えー、簡単にです、いとも簡単に、その充電をしてるなんていう状況が。走っている車も EV ばっかりですかいや、そんなことはないです。それはまだ。ええ、かなりの割合ありますけれども、EV、うん、ありますけれども、とはいってもまだガソリン車が主体では主流であることは間違いないと思いますね。 日本はどうする気なんですかいやー、だから日本がですね、その方向性が、<え>つまりその電気自動車にするのか、えー、水素自動車にするのかというですね、まだ方向性が全く決まってないという、<ー>えー、状況なんだろうと思いますね。ですから、あのー、電気自動車陣営としては、その、日産ルノーというのがあって、 で、じゃあ、その一番のですね、大所の、えー、トヨタはどうするのか。えーえー、とりあえず今、カット的な措置としてですね、えー、ハイブリッドカーなんていうのが出てきてますけれども、アメリカやヨーロッパではハイブリッドカーはもうエコカーじゃないと。ねえ。ねえ、エコカーとしては認められませんからね。らしいですね。えー、このままで行くことはできないでしょうし、やっぱりね、そのインフラの普及ぶり、進展ぶりを見てますと、日本はですね、えー、ヨーロッパ、フランスなんかと比べても相当遅れてるなと。 これは出遅れたのかええ、それとも、あの、いわゆるそんな簡単に、 2040年までとか、各国が言ってるような、そんなことでガソリン車はなくならないと思っているのかえ。ね、えそれはどうですかいやー、これね、完全に出遅れてる。その、自動車メーカーとしても、えー、対応がごてごてに回ってる。これ1点目。そして、やっぱりね、フランスの状況、パリの状況なんかを見てますと、えー、国がね、えー、国を挙げてですね、やっぱり政策としてその電気自動車を普及させていこうじゃないか。はい、で、これはどういうことなのかというと、やっぱりね、私ね、川上から川下っていう意識があってですね、川上 神において、かつては原発大国だったフランスもですね。再生可能エネルギーに大きく今切り替えてあるんですよ。えーえー、ですから、えー、そういった意味で言うとですね。環境対策、環境に対する配慮というのをですね。まず前面に打ち出して、その中でそのかわし者ねえ。自動車はどうすべきなのかっていう。そういった政策決定のプロセスがあるんではないかなと思いますね。フランス側の原発に対してね。えー あんなに態度変えていくっていうね,ね。やっぱりこれもですね、いろいろと政策当局者、フランス政府の人に話を聞いてみますとね、福島原発の事故っていうのが、はい、えフランスの原発政策を大きく変えた大きな要因なんだそうですね。で、ところがその現場のですね、日本においては、まだそのあたりの方向性が決まってないっていうのは、うん、これはちょっと収まり限りだなと思いますけどね。日本はあの、原発については、ゆっと、ね<え>あの、並んでるんですね。そうなんですね。 で、見てましたらね、うん、あの、乗った、運転したらですね、女性なんかが降りてきて、はい、いとも簡単に、なんか会話がなんかね、おしゃべりしながら、<う>えー、会話の内容は全然わかりませんけどね、<う>えー、簡単にです。いとも簡単に、その充電をしてるなんていう状況が。走っている車も EV ばっかりですかいや、そんなことないです。それはまだ。ええ、かなりの割合ありますけれども、うん、EV ありますけれども、とはいってもまだガソリン車が主体では、主流であることは間違いないと思いますね。 日本はどうする気なんですかいやー、だから日本がですね、<え>その方向性が、つまりその電気自動車にするのか、えー、水素自動車にするのかというですね、まだ方向性が全く決まってないという、<ー>えー、状況なんだろうと思いますね。ですから、あの、電気自動車陣営としては、その、日産ルノーというのがあって、 で、じゃあ、その一番のですね、大所の、えー、トヨタはどうするのか。えーえー、とりあえず今、カット的な措置としてですね、えー、ハイブリッドカーなんていうのが出てきてますけれども、アメリカやヨーロッパではハイブリッドカーはもうエコカーじゃないと。ねえ、ね。エコカーとしては認められませんからね。らしいですね。えー、このもので行くことはできないでしょうし、やっぱりね、そのインフラの普及ぶり、進展ぶりを見てますと、日本はですね、えー、ヨーロッパ、フランスなんかと比べても相当遅れてるなと。 これは出遅れたのか、ええ、それとも、あの、 いわゆるそんな簡単に2040年までとか各国が言ってるようなそんなことでガソリン車はなくならないと思っているのかえ。ね、えそれはどうですかいやー、これね、完全に出遅れてる。その自動車メーカーとしても、えー、対応がごてごてに回ってる。これ1点目。そして、やっぱりね、フランスの状況、パリの状況なんかを見てますと、えー、国がね、えー、国を挙げてですね、やっぱり政策としてその電気自動車を普及させていこうじゃないか。はい、で、これはどういうことなのかというと、やっぱりね、私ね、川上から川島、 っていう意識があってですね川上においてかつては原発大国だったフランスもですね再生可能エネルギーに大きく今切り替えつつあるんですよですからそういった意味で言うとですね環境対策環境に対する配慮というのをですねまず前面に打ち出してその中でその川下のね自動車はどうすべきなのかっていうそういった政策決定のプロセスがあるんではないかなと思いますねフランス側の原発に対してね、えー あんなに態度変えていくっていうのはね,ね。やっぱりこれもですね、いろいろと政策当局者、フランス政府の人に話を聞いてみますとね、福島原発の事故っていうのが、はい、えフランスの原発政策を大きく変えた大きな要因なんだそうですね。うん、で、ところがその現場のですね、日本においては、まだそのあたりの方向性が決まってないっていうのは、うん、これはちょっと収まり限りだなと思いますけどね。日本はあの、原発については、ようやくあの、東土で囲むとかね、えーえー、なんか動きが、もう、 完成しそうですけど。<え>なんかあの、その行政的にいつまでやるのかとか、<え>あのそういうことはっきり決めないですよね。そうですね。それと、とにかく経済優先のあの安倍内閣、<え>え原発を今、あの、捨てるっていうね。ね